まずは足の指からほぐしていきましょう。さあ、全身しっかりとほぐして動きやすい体を作っていきます。指の付け根をつまんでギュッとほぐしていきます。足指が普段使えていないと足指押した時に痛かったりします。ギューッと指の付け根を押してほぐしていきます。血流良くしていきましょう。1本ずつ順番にほぐしていきます。順番にほぐしていきましょう。親指までしっかりと、小指から親指までほぐします。指の間をしっかりと広げていきます。ぐーっと広げて、この広げたところに手の指を合わせていきます。ぎゅーっと握ります。まず足の甲を掴んだ状態で固定して、指を折り曲げるように指を曲げ伸ばします。そしてぐるっと回しましょう。指の付け根から回す。はい、じゃあ今度は足首です。足首をギュッと曲げて伸ばして、曲げて伸ばして、ぐるっと大きく回していきます。回しもします。はい、じゃあ足の裏を少しほぐしましょう。足の裏、真ん中のラインをギューッと押してほぐします。そして足にはアーチがあるので、アーチぐっと丸めながらほぐしていきます。さあ、それじゃあこの土踏まずのところ老廃物がたまりやすいなので、ここをギュッ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 と押してほぐします。老廃物をね、流すような、が硬いとね、足首が動きづらくなります。親指でふくらはぎをギューッと押していきます。さあ、少しずつ位置を変えながら親指をグーッと押し込んでいきましょう。筋肉の中にね、グーッと押し込んでいきます。移動するんじゃなくて、少しゆっくりじっくりぎゅーっと圧をかけていきましょう。ぎゅーっと押して圧をかけて、ぎゅーっと押して、少しずつ上の方に移動し、膝の裏もぐーっと押しましょう。はい、じゃあ今度は内もも、
膝の内側ギューッと押して、膝のね内側からもも全体ギューッと押して圧をかけてほぐして、親指でグーッと押し、この内ももの真ん中のライン、さらにももの筋肉、この内ももの筋肉をもう少しほぐして、4本の指をギュッとつまみます。今度膝を立てて、ももの、すねの外側少し叩いてほぐします。そのまま膝を内側に倒して、ももの外側ちょっと叩いてほぐします。股関節、お尻、腰、はい、じゃあ今度下から上にリンパを流すように引き上げていきます。ふくらはぎギュッと引き上げて、膝の裏にギュッと引き上げていきます。はい、じゃあ今度はもも、ギュッと足の付け根に引き上げします。外側の方もギューッと足の付け根に伸ばしていきましょう。はい、で右足と左足の感覚感じていきましょう。さあ、足の血行がね違ったりとか、重さ、動きやすさ変わってくるかなと思います。で反対足も足指からほぐしていきます。しっかりと指の付け根、親指でグッと押します。少し痛いぐらいが効いてる証拠です。指を変えながら1本ずつ順番に指の付け根グッとほぐします。指の付け根しっかり掴んで、全部の指ギュッギュッと広げます。あと5本指しっかり広げて、手の指を合わせます。ギュッと右だ。それじゃあ指の付け根から折り曲げて指をほぐしていきます。指を回して、
はい、じゃあ足首ぎゅーっと曲げて伸ばして、回します。大きく回しましょう。足の裏ほぐします。先ほどと同じように少し丸くアーチを作るような感じで真ん中のラインを押してぎゅっと丸めながらほぐします今度ふくらはぎです。親指でふくらはぎぎゅーっと押してほぐしていきましょう。親指を押し込んで、少しずつ位置を変えながら、息をふーっと吐きながら押して、吸って緩めて吐きながらぎゅーっと押します。じゃあそのまま膝の内側からももの内側ほぐします。掴んでほぐしましょう。内もものお肉を掴んでほぐします。引っ張ります。ぎゅーっと掴んで、
い、じゃあ膝を立てて外側の筋肉叩いてほぐします。ももの外も叩いてほぐします。股関節、お尻、そのまま背中、腰、背中、両手で、はい、じゃあ下から上に引き上げます。今度はももも足の付け根に引き上げていきましょう。はい、動きやすくなってきたかなと思います。両足を軽く振りましょう。股関節を揺らします。今度は大きく外、股関節、足の付け根からしっかりと動かして、外にしっかり開く。股関節が内側に入っちゃうと腰が後ろに倒れて猫背の姿勢になりやすくなります。正しい姿勢作るためにもしっかりこの股関節からぐっと外に開くようにしていきます。で、つま先ぐるっと回します。つま先引き上げて開いて伸ばして、内側から上げて開いて伸ばして、ぐるっと回して、この時も股関節しっかりと開いて伸ばして、開いて伸ばして、上げるときはしっかり引き上げ、しっかり引き上げて、しっかり伸ばして、しっかり引き上げて、しっかり伸ばす。はい、じゃあ膝、股関節開いたらそのまま膝を曲げて両膝に、足を掴んで背骨をぐーっと上に揺らし、膝を揺らしてきます。はい、じゃあ今度お尻の下の座骨を確認したら、この座骨を支点に前後に揺らします。関節、この足の付け根から骨盤が前にぐっと倒れていくのを感じましょう。背骨を伸ばしたまま前に前に倒す。息を吐きながら前にぐっと倒す。体を起こします。で、一度足を楽にしましょう。で、肩、首、少しほぐしていきます。肩、肩甲骨を回します。で、肩甲骨をストンと後ろに下ろして胸引き上げて